バサバイオリンはなかったね。ワン、ツー、スリございました、エバーグリーンです。今日本当に台風の中お越しいただいて本当にありがとうございます。昨日まではまさか台風なんて来るなんて思ってませんでした。しかしまあなんというか僕ら本当に行いが悪いんだなと、しかも決めた6時にちゃんと台風も6時に届いているというこのなんていうんですか微妙な味加減というか、まあこれから考えますと僕らの年金生活の前途多難という感じかなと思ってますけれども、1曲目は還暦記念歌、ちょっと待って今カップをちょっとやってました。最近目があるのでよく見えないので直してますけど、で歌をお届けしました。僕らちょうどご存じの通り、まあ、同期の方もいらっしゃいますけども、ついに60で還暦ということで今日は全員、赤いシャツで揃えてます。すべて、これはユニクロの方で揃えてございまして、できればもうちょっといいところはなんかスポンサーの方いたら、ね、欲しいななんて向こうの方見たりしますけども、まあ、スラジオを担当しました。一応今日お見せできないのが残念なんですけど、ちょっと下着もですね全部赤でまとめてますんで本当にお見せできないのが残念ですけど、もしかしたらですかもしれませんけど、まあ皆さんもご覧になりたくないなと思うんですけど、一応今一曲です。一応次の歌でいきたいと思いますけども、次の歌は朝日のあたりへという歌です。これは有名な歌なんですけども、英語に言いましたハーソル・ブライトンさんという歌ですけども、まあ、中身歌の中身かなり悲惨な歌で、ライジングサンっていうのは要するに昔からニューオレンジに古くからあった女郎屋さんで朝日郎という、そういった女郎屋さんがあったんですけど、そこに働く歌の女の人の歌を歌ってます。でまあね、その人が、まあ、あの時ここに変なところに加藤和也の間違いなければこんな、悲惨なことにならなかったという具合に歌っているわけなんですが、まあ、僕らもどっちかと言いますとあの時ね、ああいうことがなければもしかしたらもうちょっといい人生かなと思ったりしながらこの歌を歌っていますけども、House of the Rising Sun です。House in New Orleans, they call
My sweet, how she was mine. US yen and blue at home I could not stay, but my sweet met with Gary May Bray Archer's Ray. And when I saw my sweet it gave my heart such pain. She said to me, immediately, I can never go home again. And when I saw my sweetheart, it gave she said to me, in misery, I can never go home again. Yeah, go and tell my baby sister not to do what I have done, but spend your life as an honest man's wife. Turn your back on the rising sun. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun. The downfall of so many girls, my sweet, she was one. ありがとうございました。この朝日の当たりです。歌詞を間違えて続いての歌なんですけど、まるで今日のような歌です。今日も台風で風が吹いておりますけども、一応次は、まあ、あのプログラムに書いてありますけど、風に吹かれているという曲です。あの曲は多分皆さんもあのご存じだと思いますけども、ちょうど僕らが、まあ、受験戦争、受験でもないかな、中学とか高校ぐらいの時に、まあ、ラジオで聞いたと思います。その時に流れた曲ってあの風に吹かれてだったんですけど、なんていうかこのひどい歌で、この人の声ってしゃがれ声で、これ本当に歌なのかと思ったような感じで歌いました。それを歌ったのはボビーラン、彼がこの風に吹かれてを作ってます。でこの曲自体が、黒人霊歌のノーバーフォークションブロックソーミーっていう歌を土台にした歌です。で、まあ、ボビーランが作って BPM で大ヒットしたという風に吹かれている歌なんですけども、まあ、ちょうどあの通りですか、あの、まあ、皆さんもあると思いますけども、学生運動で、まあ、なかなか大学へ行ったとか行かないとか、まあ、からまあベトナム戦争だとか、まあ、いろんなことがあってですね、まあ、もしかしたら第3次世界大戦が始まるんじゃないかなという混沌とした時代でこの歌が流れていました。で、リダンは歌ってます。全ての答えは風の中に流れているとって言いながらも、今もまだその風の中にまた答えが待っているといったような状態だと思います。それじゃあの風に吹かれて many
次の歌は、同じく風にまつわる歌です。まあ、風ってなんとなくその僕らの見えないところで、まあ、木々を動かしたりとか、まあ、大きな力で見えるってことで、まあ、欧米でも風ってなんとなくこの、まあ、いろんな、尊敬の念じゃなくて意図を見てもらえてると、まあ、最近でも千の風に歌ったりとかなんかって風っていうのは結構歌のモチーフになってます。次の歌も、風で、東西南北4つの風が吹いてるよって歌です。これは出稼ぎの歌なんですけれども、カナダからアメリカまで出稼ぎの歌で、本当はもう帰りたいんだけども、北風が邪魔して帰れないと、帰って家へ帰りたいのはもんだっていうような話の歌です。風に、まあ、風は激しくていたです。
早速次の歌なんですけども、あの皆さんの、夜間中学生という方をというか人を知ってるかなと思うんですが、僕らもその、夜間大学生とか夜間高校って聞いたことあるんですけど、実はその夜間中学生っていうのが、まあ、いる、まあ、今もいるそうです。要するに、まあ、中学行きたくても行けないんで、とにかく昼間働いて夜は学校行くという人たちが、まあ、夜間中学ということになるんですけど、一応その人たちのことを歌った歌です。ちょうど、まあ題名がママコっていうんですけども、まさしくあの、日本が、まあ、右肩上がりで、まあ、バブルだとかなんかってバッと、成長してくる中で、まるでそういう人とか、繁栄から取り残されちゃって、本当にママコみたいな子供たちのことを歌ってます。ちょっと待って、すみません、ちょっとあのこの曲はあの杉田二郎がやってたのジローズって言いますよね。ジローズがアマチュア時代に歌ってた歌で、ね、どうしてか関西の方で流行るんですか、あんまり関東では流行ってないんですが、学生の時は。あ、じゃあそれではママコと一曲を聴きください。小さな繊細な瞳を動かせて泣いている、そんな子供たち祈りを込めて今日も生きていき、そんな誰かが見てほしい。
そのうちの一つの歌でした、続きまして北ソングというような種の歌がありまして、次に歌うのはシーシャントというジャンルです。要するに船乗りの歌なんですけども、船乗って言いますと海もありますし川もあります。で今回は、川の方の、歌なんですけども、西部開拓時代、ミシシピ川とかコロラド川を渡って、開拓地に行きまして怪我を取り行った商人の歌です。いい怪我を取ろうと思いまして、周知の姿がなんかちょっと決してたぶらかしていませんけども、いろいろありまして仲良くなって、他の商人よりはいい怪我を手に入れると、これはもうどこでもあるんですけど、ということでやってたんですが、当然ながら分からない日が来るということで分からなきゃいけないということです。で最後に、本当かどうか分かりませんけども、男の方も決して僕は騙すつもりじゃなかったんだと、ただ時代とあれが許してくれないんだというような言い訳をしながらも、別れを惜しむという、シェランドーという歌です。
彼はあの南北戦争に行きまして、その時あの言い名付けでローラ・フォスターというのがいたんですが、行ってる間にあの北軍の兵士に、捕らえちゃったということで、冗談じゃないということで、ロンドンの恋人にいろいろ言ったんですが、まあ、今や心は向こうに移っちゃってるということで、思い余って山の中に連れ出したことですが、本人はあの実際にあのテニシーからあの方に逃げようとしたんですけども、途中で捕まってしまって、実はあの、殺人ということで、縛りてるということになったと思います。でこの今これから歌う歌はその本人がですね、しばりくの、しばりくの前日までに一生懸命歌ってた歌です。まあこんなことやらなきゃよかったなというのは、まあ、後悔の歌だと思うんですけども、そういった歌であります。これはあのキングソントレイが歌いました、あの大ヒットしましたあのトム・デューダーというトム・ドーリーっていう名前で歌ってますから、ね。それじゃあの、トム・ドーリーです。聞いて